細め、中め、粗め、メガ粗め、4リットル、10リットル、18リットルです。皆さんこんにちは、爬虫類クラブの浜村です。今回はこちらのプレミアムパームについてご説明したいと思います。まずパームっていうと天然のヤシ殻を粉砕したものになるんですけども、粒のサイズ展開が4種類あります。こちらがまず細めと言われるサイズ感です。まあ、一番細かくしたもので、潜ったりする生き物や湿度が必要な生き物に対してとても適した床材です。で、次にこちら中目ですね。こちらすごく大人気商品で、こちらの中目はこの細目と次にご紹介する粗目のちょうど中間ぐらいのサイズ感なんですけども、湿度もある程度保つことができつつ、粒感も少し大きめになっているので、ほとんどの、生き物に適した床材で一番こう使いやすいサイズだと思います。で、こちらが粗目ですね。粗目は、まあ、大きめなトカゲに適した、床材になります。で、こちらがメガ粗目です。これは新商品、新しく出るサイズ感なんですけども、今までよりも二回りぐらい大きくなった床材です。パームに言えることは、粒が小さくなればなるほど湿度が保ちやすくなって、大きくなればなるほど乾燥しやすくなります。ただ体積は当然増えますので、大きめのトカゲなんかも隠れやすくはなります。次に、パームの容量についてご説明します。こちらが4リットル、こちらが10リットル、そしてこちらが18リットルです。これは細め、中め、粗め、メガ粗め、その4種類ともこの3種類ございますので、使う、生き物の、まあ、飼育されている量や飼育されているケージの大きさによってこの容量を選ぶといいかと思います。ちなみに、目安なんですけども、この4リットルでだいたい幅が60センチ、奥行きが45センチのケージがしっかり埋まるぐらいの量です。ただ、すごく潜ったりするようなトカゲなんかはこの10リットルでしっかり厚めに引くことによってしっかり潜ることができるようになりますので、そんなに潜らないよという生態に関してはこちらの4リットルで、潜る生態に関しては10リットル、こちらを、6045って言われるサイズのケースに使用していただければいいと思います。そして90センチ以上の大きなケースになってくると、この18リットルが、まあ、金額的にもコスパはすごく安くなりますので、90センチ以上のケージで買われている方なんかはこちらの18リットルをお勧めいたします。で、このプレミアムパームっていう床材は全ての爬虫類両生類に対して、万能に使える床材になります。目の粗さも様々ありますので、潜る生態だったりとか湿度が必要な生態とか、その飼育する生き物の生態に合わせて粒の大きさや湿度感をコントロールできるので、ほぼ全ての爬虫類両生類に使うことができますので、まず迷ったらこちらのプレミアムパーム、選んでいただければと思います。本日はご視聴いただきありがとうございました。